高くていい。とんかつ用のソテーです。これを。食べやすい大きさに切ります。有名なこれは味噌ですよ。これをちょっとおさじ2杯ぐらい金属袋に入れます。同じくここにおさじ2杯ぐらい入れます。ここに先ほどの肉を打ち込みます。これで30分半月にしたレンコンをの皮を剥きます。結構ありますよ、これ30分、10分つけといたかっこいいだよ。そして残りの甘だけ水から蜂蜜混ぜときます。 OK、 準備 OK。 調味料、合わせ調味料です。ごま油です。おさじ1杯入れます。ここで本当は肉を焼くように変えたい。表面を焼いていきます。はい、いい色に焼けてきました。豚肉をつけて、味噌を甘だけにつけておいた豚肉です。はい、これを焼いていきます。
て、うん、そして、はい、味噌を加えた、はい、入っていきますね。ちょっと甘みをつけて、ちょっと煮ていきます。よくしまーす、うん、はい、出来上がりでーす。はい、ルビージュースをたっぷり入れます。そしてまずレンコン、もうレンコンも30枚入りますから、たっぷりですね。そして肉ですね、豪快です。はい、完成です。